部屋はね、片付いたのかごちゃついたのかわかんない。どっちなんだろう。夜ご飯はね、あのハヤシライス食べました。昨日作ったやつを。ごめんなさい、めちゃくちゃうるさいテレビ。インスタ更新せえへんの。うん、更新する写真がないんだよね。インスタの写真撮ってなさすぎて。そもそも出かけないから写真がないんだよね。ハヤシライス美味しかった普通に。そう、なんか写真撮ってみたいな言ってたと思うんだけど、そう、なんか食べちゃった普通に。明日のリアルお話し会の話、明日何着ようかなって迷ってる。何着ようかな。本当に私リアルお話し会のこと何も分かってないから、どんなのなのかも分かってないけど、夕方ってのはさっき知った。そう、時間も知らなくて。夕方？夜だよね。そう、それすら知らなかったから。あ、4対1なのは知ってるけど、そう、遅いよね。あれ18時から、なんかメール19時からになってる。知らなかったな。何時から何時なのかも知らなくて。時間はじゃあみんな一緒ってこと？それが午前か午後かってことか。そういうこと？あ、集合が16時。なん、そんなの、あの集合って。じゃ1時間半なんだ。めっちゃ少なくない？時間。あ、そういうこと。1時間半しかないんだ。4対1ってだよね。でも私はちゃんと自分のファンの人が来たら、この人はなんとかさんで私のファンですって言おうと思ってるんだけど、それは平気ですか？明日行くよって人どんくらいいるの、いるんですかね。行くよって人。わかりました。じゃあぜひ紹介させていただきます。多いのかな。何着てこうかな明日。多分私たちはマスクしないでやる気がする。お願いします。気をつけてきてください。幕張メッセとか久しぶりに行くから。よろしくお願いします。私たちはマスクしないって書いてあった気がする。ミニライブもあるの？それは誰？それは決まってんのか？私は出ない。あ、それは A、あ、そうなんだ。そのリハをしてたんだ。でも全然知らなさすぎて、あ、選抜なんだ、それは。全然知らなさすぎて分かんない。
お見送りって何？それは何？2メートルの距離を取って間に透明のパーテーション越しの会話となります。だってあ、それそのライブのお見送りってことか。2メートルってめっちゃない？遠っ。めっちゃ声張らなきゃじゃない？そんなことないかな。めっちゃ声張ってください。でもこう対面でやっぱあの久しぶりすぎてね、緊張するかも。何着てこうかな。なんか最悪衣装とかないのかなって思ってたけど、衣装じゃなかったから。確かに。でもなんか長いみたいなさ、一人、あ違う、それは間違えた、一人な、間違えた、それ間違えました、それとなんか違う話と混ざってる。30秒とかだっけ、え違う、ごめんなさい、本当に私これ電話流すからあんま喋んない方がいい気がする。じゃあめっちゃ一瞬だね、そう考えたら。そもそも中西会が久しぶりに揃うからあんまプライベートでも会わないし、なので久しぶりです。服の系統揃えたりしないの？揃わない、あの4人は服の系統揃わない。多分私とピナちゃんも服の系と大体一緒だけど、ナナちゃんと千代さん絶対違うから揃わない。服の系と、えそんな人いるの？服の系と揃えるみたいなチーム、チーム、どこのレーンがさ一番楽しいんだろうね。楽しいってどういう感じ方かによるけど、なんか盛り上がってる方がやっぱ楽しいっていうのか、まあ、人それぞれか。それは久しぶりだな。でも中西会なーちゃんとかに会うのもそもそも久しぶり。確かにそもそもなんか4人が仲いいレーンっていうのがないよね。なんか 2人が仲いいとかさ、2で仲良くしてるレーンみたいな感じが多いよね。
もそも明日って寒いのかな。何着てこう。あったかいんだ3月中旬。うん、でもそのオンライン話し会はこの前展示会で買ったやつにしたいなって思ってるけど、迷うね。どうしようかな。うん、どうしよう。わかんない。そのやっぱ実物明日の方があれがいいのかな。明日トリートの服の方がいい。どっちがいいんだろう。わかんない、うん、意外と服がない。そんなこと言ったら絶対服はあるんだよ。服はあるんです、服はあるんです、いっぱい。どうしようかな。リアルは全身見える。見えないよ多分。お話し会、握手会としてだと多分見えない気がする。でも着てないワンピースが一着だけあるんだよね。それにしようかな。ちょっと明日決めます。すまへん、明日の気分。眠くないけど目がポッとする。そんな久しぶりだよね、対面で話すなんて。いつぶり？いつぶりなのこれって。あの握手会があった時って3年前のクリスマス。やば。逆に対面で話すの初めてだよって人、いやいるよねそりゃ。対面でユナと話すの初めてだよって人、その回答グルーは気になって仕方がない。そうだよね、初めての人いるよねそりゃ。でもオンラインで会ってるから別に初めまして感はないけど、よろしくお願いします。1350日、ありがとうございます。何着よう。着たことある服でもいいのかな。どっちがいいんだろう。お話し会では着たことがない服でもいいのか、もうそれとも本当に新品、
お洋服新品がいいのかどっちがいいですか。特にこだわりはない。新品は嫌やわ。どういうこと？嘘でしょ。新品嫌ってことある？逆になんか新しい人来たわ。コスプレは嫌です。一人だけコスプレで来たら浮くやん。絶対いじられるやん、そんな中に近いで。中西会だけ全員コスプレとかにしたら逆に面白いかもしれないけどね。中西会だけ全員コスプレできてめちゃくちゃおもろいけど、きっとそんなことはしないと思うんで。しません、絶対コスプレなんて。もうしないしない、公開処刑。着ないよ、全員着ないよ、そんなの絶対着ない。季節外れのサンタクス。私コスプレ全部実家に送ったわ。そう、ほぼないんです。だからすいません、コスプレ実家に送ったんですよ。もう すまへん。どうしようかな。服にすごい悩んじゃう。どうしようか。ここの寝癖いつもやばい。新品テンション上がります。なんかその新品っていうか、その一度も着たことがない服だよって、見せたことがない服だよっていう。なんかそんな逆に新品で気分下がるわとかもなくないですか。分からんけど、分かんない。なんかそこになんかそんな新品に別にこだわりはないんだけど、別に。なんか逆にそんな新品に新品に突っかかってくる人が初めてすぎて、なんか逆にびっくりしてる。私は基本お話し会で、お話し会とかで初めて着るお洋服ばっかだから、お話し会のために服を買ってっていう感じ。伝わる、言いたいこと。お話し会で着てからしかその服は着ないよみたいな感じになる。私はでもずっとそうだった。お話し会の時とかもそうだった。新品のお洋服買って、それでお話し会できて、そこから今後使うみたいな感じ。あ、そう、お披露目がお話し会が良くてっていう、なんかそう変なこだわりなんだよね。それもうずっとそれだった。だから着回しとかしないから、ただただお洋服が増えていくっていうね。
あと坊ちゃんで声出しできないのっていう声があったんですけど、ちょっと声出しができないみたいなので、そこだけちょっとご了承いただいても大丈夫ですかね。そう、ちょっと坊ちゃん劇場でもあるし、そのチケットにも記載してしまったのでということで、ちょっと声出しが坊ちゃん劇場はちょっと NG ということで、よろしくお願いします。まあでもペンライトカラーとかうちわとかぜひよろしくお願いします。2日間とも結構セトリをね、今回も変えさせていただいたので、確かっていうか、そう、うん、この前の前鉄とかも全然違うセトリだから、この前やった曲はほぼ入ってない気がする。逆にすごくない？この前の前鉄でやった曲は入ってないので、まあでも2日間ともストーリーはちょっと変えてるので、ぜひ。はい、入ってないです。セトリは結構メンバーとかで考えましたね。会議室行ってセトリを考えました。誰だったかな、あやねちゃんと私とさやちゃんとマネージャーさん3人とミッサーが途中から来たかな、でセトリを考えましたので、わかんない、まあみんなが湧いてくれるセトリになればいいなっていう感じです。配信はまだわかんないんですけど、後ろあるんじゃないかなって言ってもあれだし、ないと思ってもらってもいいですしって感じ。楽しみです。もうだって愛媛に行くこともきっとさ、これで最後じゃん。もういや愛媛に二度と行かないってわけじゃないけど、このお仕事としてね愛媛に行くことがないから、ちょっとね寂しい気持ちもありつつ、久しぶりに行くから、半年ぶりとかだからね、もっと経ってるか、8,9,10 半年以上か。まあメンバーと楽しみつつって感じかな。でもそのなんかメンバーとさ一緒にそうなんか遠征みたいなのもないからさ、ちょっとそっちも楽しみたいなって思ってる。もちろんライブも楽しむんだけど、そうメンバーとメンバーとのホテルとかね結構楽しみにしてます。今そう、まあだからそのね楽しい感じをショールームでお配信できたらなとも思ったりするけど、でも愛媛、まあそうだね、ライブとしてはあれだけど、稽古で坊ちゃん劇場は行ってるって言ってたから初めてではないらしい。もう反射してこれ自分の iPad 映ってんのすごくない？このコップ、ここが
そう、稽古で愛媛行ってたなんて。美味しいご飯も食べれるといいな。そっから美味しいご飯食べて、美味しいお酒を飲んで、みんなで喋って寝てライブしてって、そんな幸せなことないよ絶対。楽しみすぎ。最近本当になんかお酒がなんかレモンサワーと梅干しサワーしか飲めないんだけど、やっぱ炭酸だからかな、大量摂取ができないじゃん。ごめん、なんか私さ、 LINE 電話がかかってくるとさ、 iPad にもかかってきちゃうから止まっちゃうんだよね。ごめんなさい。ごめんなさい、電話がかかってきた。マネージャーさんからびっくりした。だからえっと思って、私なんかショールームで変なこと言ったかなと思って、ちょっと止まっちゃうの仕事。あ、なんか間違えたらしい電話は、なんか一瞬で止まったんだけど、なんかそもそもでも LINE をしようと思ったら電話がかかっちゃったってきたから、ラインで大丈夫だし、よかった。美容室行こうか迷うな。本当にここの切れ具合がずっとやばいんだよね。本当に。左より右が本当にヤバくて、あ、すごい電話の方が良かったらしい。後でそれ持ったら電話します。いや、アホ毛予防はもう無理。これはもうね、どうしようもないから。どうしようかな。でも意外と時間ないんだよね。意外と毛は、でもアホ毛を帽子を買ったからもうそこはなんとか。だから自分でピンクシャンプーをするか、そのに行くか。美容室行かないでも1ヶ月経つ気がするけど、やばいよね、ここのレイヤー入ってるみたいでいいと思うけど、たまにね、でもピンクシャンプームラになるけど、まあ割といい感じかも。割といい感じかも。
今日はスプラッシュしよっかな。だからたまにピンクシャンプーしたりしなかったりみたいな感じでも4日間くらい、もっと1週間くらいしてないかも。スプラの調子久しくやってないな。どうなんだろう。でもあのフェスみたいなのやりたかったんだよね。参加してない。この前お兄さんが武器について語ってたらしい。そうなの。いや私はでもマジでプロモデラーを使うようになってから、ちょっと開いていい？開いたら絶対やるやんこれ。プロモデラーを使うようになってからマジで、あの私プロモデラーの強いやつね。え、つかない。マジで強くなりました。ゲームボーイ、あとポケモンが気になってるんですけど、ポケモンってどうですか実際で。私はポケモン向いてないかもしれないくて、わかんないんだけど。ポケモンのあれでしょ、スカーレットバイオレットが、あ、ポケモンの話じゃないこれ。ポケモンはねやってたことある、あるけどなんかちゃんとやったことない。ポケモン大変そう。なんかめっちゃやること増えたんでしょポケモンって。ポケモン、え、なんかそのポケモン昔ってさ、ポケモンその草むらからさ探すじゃん、探してゲットするじゃん。今って街中で歩いてるらしいよポケモンが。でもなんかもう知らないポケモンが多すぎてさ、ちょっと一回やっていい？スプラ、ごめんなさい、スプラタイムします。そうらしいよ。なんか大変だね。またまばたきしてないって言われる絶対。ちょっと待って、キルがどんだけ、キルがどんだけできるか、ちょっと可愛い。ここのその温泉街みたいなのが最近できて、スプラで最近じゃないかこれ。あ、なんか下手になってる、やんないと。やっぱあーすごい下手になってる私。やばいやばい、危な。
ごめんなさい。このね、ソファーにして座ってやんないとできないんだよね。ここだと全然できない。やばい、めっちゃいる。いやー、ごめんなさいちょっと待って、やばい、めっちゃやられっぱなし、見切りされてるもん。向いてないかも、スプラってなっちゃうんだよね、いつも。やばい、やばい、やばい、危ない、やばい。あん、あんもう相打ちだった。めっちゃこうやってあと前のめりになっちゃうんだよね。どうしたらしい、今危な、危な、危な、あぶアウトでした。ないよね、そうゲームしてると本当に素が出るからあかんと思う。お、なんか敵が、危ない、危ない負けるよ、これはほぼ負けですわ、もう。逆にこの一人でやってても楽しくないから、逆にみんなが見守ってくれてた方が楽しいかも。なんかスプラって人とやってる時が一番楽しくて、一人でやっててマジで、ね、つまんないのね。キル4で 6キルされてる、こっちが。逆に みんなとこうやって喋ってる方が楽しい説あるよね。でも多分一人でやってたらこんな声出ないと思う。そう、みんなが嫌じゃなければ本当に見守っててほしい。よし、行きます。行きます。うわ、ここのステージ好きじゃないわ。なんでかって敵の陣地にあんまり行けない。すごい、すごい。いやー、いやいや ナイス玉、ナイス玉が多分必殺技でキルできてる要因なんだけど、それがないとね、あんまりキルできない。結局は必殺技に頼ってるんです。
あれ？あれ？なんか全然敵に出会わん。あー！ごめんなさい。ナイス玉って自分で貯めれない？わかんないけど、私なんか自分でナイスを押してるんだけど、それ違う意味ないの？うん、なんかめっちゃ。めっちゃ敵いない、あっちに。めっちゃいたわ。あー、ごめんなさいごめんなさい。めっちゃ敵にジジイ塗られてた。さ、最初の方勝てるって思うのにさ、多分下手なのかな。危ない。倒した。1キルしたぞ、1キルした。いけ。受け。はあ。しゃあ勝ったけど、ちょっと下手になってる。やっぱやんないだけで下手になってるもんだね。あんしてない。変な声出ちゃう。3キルしかできないもん。勝てたけどなんか納得いかないから、もう一回だけやらして。しかもだってポイント888ポイント、なんだかいいんだけど少ないな、いつもより。分かんない、ちょっと自分でナイス貯めてるわ。自分で食べれるよね。いきます、見ててください。ここかプロっぽいことしてみる。あ、ミスったかも。あ、すごい。すごいやられた。もう誰も自陣を塗ってないので、私が自陣を塗ります。あまりね、この自陣を塗る作業が好きじゃないんですけど、私は。誰も塗ってないということなので塗らせていただきます。逆にみんな一回も死んでないということじゃない、これ自陣塗ってないってことは。敵がちょっと強い説濃厚です。
ミスった、めっちゃミスった、変なとこ行っちゃった。いやー。もう3キロされてます。ちなみに私は0キロですね。やばいやばいやばい、あーごめんなさい、やばい、負けるとやっぱスプレーやめたくなるんだよね。間違えた間違えた、めっちゃ変なとこやっちゃったよ。おお、なんかやばそう、なんかやばそう。あーミスった、めちゃくちゃミスった。すごいストーカーされてる、ストーカーされてる。もうやばいって、ボロ負けやろこれ絶対。さあさあどうだ。あ勝ちましたね、私は0キロですけど勝ちましたね。これ嬉しくないわ、全然嬉しくない。いやいや、あでも1200ポイントになってる。いやもう一回やらせて、ごめんなさい。いやでもなんか1200ポイント塗った感じがしない。うん、こうやっていつも、ああこうやってやってる、本当にこの辺で座ってやってる、いつも。いきます。こっちがやっぱ短いの分かるね、遠目から見ても。遠目から見た方が分かるのか。ねえ、なんでここのステージばっかなの？えい。えい。かわいそう。全然移動できなくてマルチミサイルでやられちゃった。ねえ。おお、なんか上にいない？いやごめん、めっちゃ無言でやってた。めっちゃ無言でやってた。ショールームのこと今忘れてた。本当にごめん。ごめんなさい。あん、ごめんなさい。でもいいところまで来てると思うんだよね。
めっちゃ無言でやってた今。やばい。やばい、負けたかも。負けたかも。勝った。勝った。いやー、これやりたいな、誰かと。オギラインするのやだよね。やばい。でも1キルだ。やめます。わあ、でも1キルか。やっぱこの前さ、プロモデラーでキルできるのすごいですねって褒められたからにはさ、ちょっとやりたいよね。一旦ね、一旦終わります。集まる動物の森、私120時間やってるのえぐいよね。でもスプラもやっと30時間になりました。30時間やってる。あつ森めっちゃやってた。だコロナ禍がもうあつ森大流行りだったじゃん。だからじゃあ今日はちょっと終わろうかな。ただスプレーやったやつの向きになっちゃったけど、なんか今日まだご飯ハヤシライスしか食べてないから、変に夜中起きてたら食べちゃいそう。じゃあランキング読みますね。13位、テナガザル、PB のすけさん。12位、中心アットマーク超大マネの鳥丼さん。11位、県政マキシさん。10位、秋彦さん。9位、ひろのりさん。8位、ゆうきさん。7位、シャッキー。6位、TK トンクアットマークタイさん。5位、ロロさん。4位、中心さん。3位、ゴーンさん。2位、ヤッスンさん。1位、サイトアットマークマヨネーズ&ケチャピーズさんです。ありがとうございました。それでは今日も見てくれてありがとうございました。明日の、リアルお話会よろしくお願いします。バイバーイ。